カーブが来ました。ピッチャーの頭を越えた。面白い打球は中村翔から一塁へ。セーフになりました。監督は要求します。角度で見れるんじゃないですか。微妙ですよね。セーフになりました。内野安打です。カーブレフトの前に落としてきました。連打。これで今日は2の2です。今日はお互いの先発投手の相性からいけば、ましたよね。初球を捉えたノーアウトランナー1塁。2番から源田。さすが源田。まあ、うまく1点を返したライオンズ。あっとファースト弾く。岡ちょっとリーサーっています。まあ、ただ源田1塁ストップ。1塁間源田破っていった。この先は3塁へ。ツーアウト1塁3塁。ここで連打3塁。今日はいい選手を、状態にいい選手を、ね、こう置いて並べていきたい。相手のピッチャーとかも見ながら置いていきたい。その中で今ちょうど戸田崎がこう止まってるんで、まあ他の5番どころもちょっと入れ替わってますけども、いろいろ状態にいい選手も、ね、こう入れながら、まあ、その今チーム状況は